今日はドリフトに行くと帰ってきた時車がどうなってるかっていうのをちょっと紹介しようかなと思います。まず、走ったところ日光サーキットなんですけど、まずですね、泥とこういうタイヤカスを巻き上げた消しゴムのカスですね、それがフェンダーに当たった後とかで、もうフェンダー周りとかすごい汚れるんですよ。まずそれですね。あとダート落ちるとこうやって汚れます。あ、この辺も消しゴムのカスね、見えるかな。まあ目で見るとすごい汚いです。カメラで見ると結構ね、車綺麗に映るんですけど結構汚れてます。あとね、せっかく直したバンパーまた行きました。ダメだな。まあこれはしょうがないです。で、左のねリアが一回バーストしたんですよ。でバーストするともうこの辺とかこれですね。この辺とかもフェンダー周りすごい飛び散ってます。こういうことを覚悟しとかないといけないんですよね。まあとりあえずまだ車内、荷物とか全部乗ってるんでこれ下ろします。今日ここまで150キロぐらいですからね、日光サーキットまで。再度これから長く乗っていくためにも点検はします。じゃあこれから荷物を下ろしましょう。このダンロップの FM901 っていうクソ古いブリケツと東洋のネオエナジーですね、それを2組使い切りましたね。とりあえずもうこのウッドのタイヤ残しててもしょうがなくて、バーストもしてるんで今日もう外しちゃいます。捨てに行きます。で外したらここに215457のグッドイヤーのイーグルか、イーグル F1 2006年のタイヤが1セットと、あの横浜のエコスがこれ2154017なんですよ。それが4本あるんでどうしようかな、ちょっと組み合わせを悩んでるんですよね。今基本2154517か2254517で揃えてたんですけど、40になるとちょっと外径がね小さくなって、どんくらい変わるんだろう。あんま変わんないならねこれでもいいかなと思うんですけど、今同じ位置に合わせて面から見るとまあ約よいしょ、外周的にほんのちょっと2154517の方がでっかいんですよね。まあこのぐらいの差なんで、まあ気にしなくていいのかなって思うんですけど、どうしようかな。